前田敦子さん、大島優子さんが登場するというサプライズ。メンバーはもちろん、スタッフさえほとんど知らなかったこの演出のため、2人は黒ずくめの格好で会場入り。林おばさんがいるみたいなんで。こいつ踊るの初めてだって。私初めて。ハッチは初めて。素人です。覚えたんだよね、そのために。ほら、下手くそでしょ。こうしてこの日の紅白は AKB の10周年と高橋みなみさんの紅白ラストステージを飾るスペシャルな夜となりました。